はい、皆さん、こんにちは、ヨヨンでございます。なんとですね、スーパーマリオ 3D コレクションがですね、もうこちら、非売品なんですけども、非売品になってからにもかかわらず、なんとこちら、アップデートが来ました。イエーイ。はい、ということで、何がアップデートが来たかということですね。先日、こちら、任天堂64コントローラーね。ワイヤレスになったね、スイッチ向けの64のコントローラーがね、発売されました。でですね、まあ、こちら発売して、まあ、すぐにですね、私はスーパーマリオ 3D コレクションのスーパーマリオ64をね、やったんですけども、まあ、A と B のね、区別ができてなかったりでね、まあ、うまくね、当時の64のようにね、プレイすることはできませんでした。っていう問題があったんですけども、なんと今回、アップデートが来て、この64コントローラーに対応しちゃったというね、まさかのことが来ましたんで、今回こちらやっていきたいかなと思います。さあ、それではやっていきましょうか。はい。じゃあ始まりました。まあ A でジャンプ。そして B をしてみましょう。わあ！うわあ、パンチができるぜうわあこれは64だわ。おお、すごいすごいすごい。おお、うわあ、なるほどね。おお、おお、これは64ですね。おお、全部できる。全アクション当時のようにできますね。うわあ、これはすごい。だってこのゲームもう非売品ですよ。もう売ってないゲームをさ、アップデートするってすごいよね。ということで、じゃあちょっとステージプレイしてみましょうか。行きましょう。じゃあボムキング倒していきましょうか。うわあ、うわあ、いいね。最高やん。お、羽マリオにもなれるじゃん。なろうぜ。おおほほ。わあ、これはいいっすね。64のコントローラー、この 3D スティックをグリグリしながらさ、いけるわけよ。いやあ、すっげえわ。おらあ、ボムヘのとこまで一気に行こうか。うわあ、楽しいね、この 3D スティック。この64のこのグリグリスティックをさ、使ってさ、64マリオできるんだよ。いやー、楽しいね。じゃあちょっとボム兵倒しちゃおうか。ボムキング倒しちゃいましょう。さあ、始まった。これね、B ボタン使えなかったらね、パンチできなかったら倒せませんからね。でも、今回のアップデートが来たんで、ちゃんと後ろから持つことができる。よっしゃー！イエース！これ、こうしようね。おほらおおーらイエーイ、いやー、B ボタンが使えるっていいね。マジでね。ほらーだーん、おいてて、回り込みの速さはまだまだだが、なかなか強いな。お前のような嫌いが欲しかったそうだ。はじめの約束のパワースターをやろう。お前からはもうすでにもらっているんだがな。嘘だな、こいつ。透明なスターじゃねえか。よっしゃー！いいねー。じゃあ、お次はこの辺行ってみましょうか。ふぅー！さあ、来た！お、デブペンゲン。しばらく休んでね、こんなに見事に太っちゃいました。久しぶりにやります。では、いつものように、レディーゴー。おわ、この 3D スティックでレースがするときが来たぞ。おらおら、いけうわー、いやー、この 3D スティックむずいぞ、やっぱ。うわうわ、このグリグリよ、このグリ、うわ、お前早いんだよ、お前早い、くっ、うわ、おらおら、よーち、いけ。お前やめろ、お前やめ、脱がすな、おら、いけー、よっしゃー、イエーイ、おほら、あいつよこせ、ひえー、世界記録だよ、すごいよ、あなた、金メダルの代わりにこれあげます、いやー、すごいすごい。はい、まだね、いつもののパワースターをね、もらうことができました。イエース。じゃあ最後にはやっぱね、クッパさんも倒しに行かなきゃいけませんね。倒していきましょうか。いやー、やっぱ64のコントローラーで、この 3D スティックでやるの難しいな。当時の
難しさがやっぱ感じられる。プロコンでやるのとはちょっと違うね。この昔のこのスティックでやるってのは。なかなかやっぱね、操作性がね、今とは違いますからね。難しさありますよ。さあ、クッパさんのとこまで来れたんで行きましょう。さあ、来た。もう、やはりお前は気持ち悪いね、この時代は。さあ、ゴーゴーゴー。さあ、これでね、もしアップデが来ていなかったら、ジャンプしかできませんから、クッパの後ろのね、尻尾掴むことできないんですね、これね。でも、今回アップデが来たので、こうやってね、この 3D スティックを、こう、グリグリして、回せるわけだ。こう、回してる方向に向かってしっかり、ね、クッパを回りますからね。逆方向に回すと、ちゃんとマリオの動きが止まって、また逆方向に回すと。はい、じゃあ、行っていきましょう。カメラをしっかりチェックして、あそこ、目押しですね。はい、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 はい。全然違う戻ってきた。こう落としてもクッパ戻ってくるってね、面白いね、今考えるとね。また違うもんね。さあ、もう一回。ほら、それが来ながら、しっかり、持てると。やっぱ最大ためゼロ距離で、そこに当てたいね。ほっ、あー、だめだほら、さあ次こそは、やっぱもうちょっと早めに押さなきゃな。ここ、違う、早すぎ、しっかり当たった目押し下手くそすぎが、てーん、やったぜ。ぐー、ちょっと油断しておったわ。せっかくの計画をぶち壊しだ。しかし、パワースターのピーチも我が輩の手の中にあるのだ。がははまだ負け、まだけ負けておらん。これ以上スター渡さんぞ。今日はここら辺で勘弁したら。うおー、覚えてろー。もう全部スター集めちゃってるんですけどね。やりましたー。やったぜー。ルルルー。あれはやっぱすごいよね。このゲーム本当にね、もう販売されてないですからね。販売されてないゲームをね、わざわざ、こうね、64コントは対応していなかったということでね、対応するようにアップデートしてくれたということで、いやー、ファンサービスがしっかりしてますね。いいですね、ユーザーへのサービスがね。はい、ということでね、まあ、3D コレクションを持ってる方はね、Nintendo Switch Online のね、64パックにね、入らなくても、64マリオだったらね、これ遊べますんで、ぜひこれで64コントラー使って遊んでみてはいかがでしょうか。3D コレクションのアップデートのね、お知らせでした。では今回はこれで終わりしたいと思います。では皆さん、さよなら。